私はそんなことを思いながら包みを外して蓋を開けた。すると、アメリカ人女性による日本のお弁当にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、パーソナリティのマヤです。今回はどうせただのランチボックスでしょ。日本のビジネス会議に参加した外国人女性、ランチタイムにお昼ご飯を配られるとの話題です。海外、弁当はランチ会の上位種。皆さんは日頃お弁当はよく食べますか？毎日手作りお弁当を作って職場に持っていく人は多いでしょうし、コンビニやお弁当屋さんで買って食べる方もいるでしょう。学生時代のお母さんが作ってくれたお弁当もいい思い出ですね。さて、そんなお弁当は海外ではランチボックスという名称で呼ばれています。そして日本のお弁当は海外のランチボックスとは少し違いがあります。多くの外国人さんはみんな日本のお弁当を見てランチボックスとの違いにとても驚くようです。さて、私たちが普段食べているお弁当と海外のランチボックスとでは一体どのようなところに違いがあるのでしょうか。今回ご紹介するのは、日本にやってきたアメリカ人女性が日本のお弁当の魅力に取りつかれてしまうというエピソードです。果たして日本のお弁当のどのような部分が彼女を魅了したのでしょうか。早速ご紹介していきます。私はアメリカ人よ。私はもうすぐ結婚することになっている。先日ボーイフレンドからプロポーズされたのよ。計画では半年後から一緒に同居を始める予定。そして私は結婚を機に仕事を辞めることにしたの。私は今勤めている会社にはとてもお世話になったわ。大学を出てから転職することなく、今までずっと同じ会社に在籍してきた。会社にはたくさんの思い出があるし、辞めちゃうのはちょっと寂しいわ。数ある思い出の中でも印象深いものの一つに日本出張がある。あれは今から10年ほど前のこと。私は出張で日本を訪れたのよ。私が勤める会社は日本に支社がある。それで私は日本支社に1ヶ月間だけ借り出されたことがあったのよ。仕事で海外出張に行くなんて、この時が最初で最後だったから、これは私の中でとても印象深いものになっている。そんな日本出張の中でも最も驚いたのは、日本のある食文化についてだったわ。日本には様々な特異的な食文化が存在している。例えば生食は有名よね。日本ではありとあらゆるものを生で食べるわ。卵、魚、肉、それらを生で食べるのは日本ではポピュラーなの。卵を生で食べるなんて私たち欧米人からしたら信じられないわ。でも日本では普通なのよ。ちなみに日本では食の衛生管理が徹底されてるから生食が定着しているわけであって、海外で日本と同じようなことをしたら取り返しがつかないことになるから真似をするのはやめておいてね。それから海外の料理をハイクオリティに魔改造してしまうというのも日本特有の食文化だわ。日本では改造されて定着した海外の料理がたくさん存在する。いい例がラーメンね。ラーメンはもともと中国の料理をルーツに持ってるんだけど、今や日本のラーメンといえば日本料理の代表の一つとして世界的に見てもかなり人気が高いわよね。日本のラーメンは中国のものをベースに進化と改造を重ね、全く別物のハイクオリティの料理に生まれ変わったのよ。そしてこれはラーメンだけの話ではない。日本にはこういった料理がたくさんあるの。日本は本家以上に美味しい海外の料理の改造版を多く見出しているわ。そんな特異的な日本の食文化なんだけど、私が一番驚いたのはランチボックスに関してだった。日本のランチボックスは私たちが知っているものとは全く違うのよ。日本ではランチボックスのことをお弁当って言うんだけど、この訳は合っているのかしら。お弁当イコールランチボックスって誰が訳したのかしら。
これは明らかな誤訳じゃないの？そう思ってしまうほど日本のお弁当と私たちが知るランチボックスには違いがあったわ。私が初めて日本のお弁当に出会ったのは日本にやってきてすぐの頃だった。私は日本にやってきてから現地の日本人スタッフの愛子という女性と主に一緒にいたわ。日本へは私を含めて数人のアメリカ人のスタッフがやってきていたんだけど、私たちには一人ずつ通訳や日本での生活をサポートするための日本人スタッフがついてくれていた。その私の日本人パートナーが愛子だったのよ。日本にいる1ヶ月間はずっと愛子と過ごした。仕事中はもちろん、いつも食事を共にしたり、休日に一緒に遊んだり、プライベートでもずっとお世話になっていたわ。そして日本にやってきて3日目だったかな、朝オフィスにやってくると愛子からこのような報告を受けた。今日は大きな会議がありますから、10時からは大会議場に移動します。そうだったわね。結構長時間の会議になりそうなの？そうですね、今日の予定は終日全体会議です。結構疲れそうね。大きな会議なんてほとんどの時間座って話を聞くだけでしょ。まあそうなるかもしれませんね。辛いわね。今日はハズレの日だわ。まあそう言わずに、一つだけいいトピックがありますよ。何よそれ、嬉しいニュースでもあるの？はい、大きな全体会議があるときにはいつも昼食にお弁当が配られるんです。ランチボックス？はい、だから今日のお昼の食費は浮きますし、何よりとても美味しいものが食べられますよ。彼女のその発言を聞いて私の頭の中にはハテナが巡った。なぜ彼女がお弁当が配られるのをいいことだと思っているのかさっぱりわからなかったわ。確かに一食分の食費が浮くのはありがたいことかもしれないけど、別に私はそんなにお金に困ってない。一食分の食費が浮こうが別にそこまでありがたがる話ではないわ。それから愛子は美味しいものが食べられると言っていたけど、これもよくわからない。ランチボックスが上等な食事なんていうイメージは私にはないからね。どうせただのランチボックスでしょ。ランチボックスといえばジャムを塗ったパンにサラダがついているだけのもの、それがごちそうだなんて、愛子の食の好みは変わっているのね。私はお弁当の配布については全く嬉しくもなんともなかった。それどころか逆にがっかりする部分もあったの。なぜなら日本での一食分を無駄にしてしまうと思ったから。日本食というものが世界的にとても評価が高くて有名だということは私でも知っていた。だから日本にやってきたら絶対に日本の美味しい食べ物をたくさん楽しもうと決めていたの。だからできるだけ日本での食事は妥協したくなかったし、手を抜きたくなかった。特にこの時は日本にやってきてまだ3日目だから、私の中ではそういう気持ちがとても強かった。だから一食分がランチボックスで消えてしまうというのがとても残念に思えてしまったの。しかしこの日のお昼、実際に日本のお弁当を目の当たりにして、私のそんな沈んだ気持ちは一気に吹き飛ぶことになるのよ。午前中私はずっと座ったまま話を聞くだけの 2,3 時間を過ごした。大事な箇所は愛子が訳してくれて、それをはいはいと聞くだけの時間。何もしてないのにやけに疲れたわよ。そしてこういう日は昼食を楽しみに午前中を乗り切るのが定番だけど、この日はそれもない。私は一日中働き詰めだったのではないかと思うほどの疲労感を感じながらお昼の休憩を迎えた。ではお昼にしましょうか。そうね、お昼はランチボックスでしょ。はい、今前に準備してくれてますから私取ってきますね。愛子はそう言うと大会議室の前の方にランチボックスを取りに行った。その時会議室には前の長机に大量の箱が積まれていたわ。あれが日本のランチボックスなのね。さてさて、
今日はどんな貧相な昼食になるのやら。私はそんなことを思っていたわ。はい、どうぞ。お弁当です。ありがとう。これが日本のランチボックス。なんだか思ったよりも大きいサイズね。豪華版ですね。そのランチボックスは私が思っていたよりも大きなサイズだったわ。超巨大なサンドイッチでも入っているのかしら。私はそんなことを思いながら包みを外して蓋を開けた。するとそこには驚きの光景が広がったわ。何これ、これがランチボックス？信じられない。びっくりした。そんなに驚かなくてもいいじゃないですか。驚くわよ、こんなランチボックス見たことない。あなたは驚かないの？いや、まあ豪勢なお弁当だなってテンションは上がりますけど、そんなに叫ぶほどでは。私はそのランチボックスの中身を見て驚愕したわ。だってそのランチボックスに入っていたのは数えきれないくらいたくさんのおかず、そして綺麗に盛られたライスに色とりどりのおかずたちが映えるカラフルな色合い。これはランチボックスじゃないわ。お店で食べる以上に豪華な食事じゃない。まあ今日のお弁当は和食屋さんの仕出し弁当ですからね。豪華ですよ。このおかずがたくさん入ったスタイルは幕の内弁当といって、日本のお弁当の中ではかなりポピュラーなものです。これがポピュラーなの？こんな豪勢なものが？え、そりゃおかずのクオリティはお店や価格によっては差が出ますよ。でも幕の内弁当というおかずがたくさん入ったお弁当は定番です。信じられない、こんなランチボックスが存在するなんて。しかも日本ではそれが定番だなんて。私は驚きで食べるのを忘れてしまいそうだった。お弁当に入っていたおかずは焼き魚、卵焼き、野菜の和え物、唐揚げ、コロッケ、野菜の炊き物が数種類、それから漬物に天ぷらなど。どれから食べようか迷ってしまうような最高のラインナップ。そして彩りも鮮やかで美しい。見ているだけで感動して嬉しくなっちゃう。私が特に嬉しく思ったのは日本料理のおかずが多く入ってきたことね。日本料理をたくさん楽しみたいと思っていた私にとってこれはとてもありがたかったわ。そして素晴らしいのは見た目だけではない。私は早速食べてみた。パク。うわー、美味しい。実際に食べてみるとその味は本当に素晴らしいものだったわ。本当にすごいわね、このランチボックス。何を食べてもどのおかずもとっても美味しい。お魚はしっかり焼かれて香ばしい風味がするのに身はふっくらしてる。卵焼きもふわふわで優しい味わい。野菜のおかずもヘルシーだし、いろいろなものを少しずつ楽しめるスタイルが楽しいわ。そうでしょう。幕の内弁当を気に入ってもらえてよかったです。しかしこれはランチボックスじゃないわね。これは日本のお弁当よ。ランチボックスなんて呼んだら失礼だわ。私はアメリカに留学経験がありますが、確かに向こうのではあまりこういうスタイルのお弁当は見なかったですね。ええ、ランチボックスといったらサンドイッチにサラダやフルーツを合わせただけのものがほとんどよ。この幕の内弁当みたいに立派な食事をランチボックスとして販売しているところは少ないと思う。そうなんですね。日本のお弁当は海外のランチボックスとは別物よ。とても素晴らしい食文化の一つだと思うわ。私はこの時食べた日本の幕の内弁当に大感動した。そしてランチボックスとお弁当の違いに驚愕したわ。さて、こんなことがあったから愛子はその後も私に何度もお弁当を食べさせてくれた。美味しいお弁当が売っているお店によく連れて行ってくれたの。いろいろなお店に行ったわね。お弁当が美味しいと評判の中華料理屋さんや
定食屋さん、そしてお弁当の専門店にも行ったわ。このお弁当の専門店はとても最高だった。ここのお弁当の種類はすごいわね。いろいろなお弁当がある。そうなんです。なんて言ったってここはお弁当の専門店ですからね。多くの種類のお弁当を選び放題です。それからお惣菜を組み合わせて自分だけのセットを作るのも楽しいですよ。これは迷っちゃうわね。もう愛子ったら、お昼休みにこんなところに連れてきて、迷ってる間に休憩時間が終わっちゃうわ。じゃあ夜にお誘いしたらよかったですね。でもここはオフィスの近所ですから、またいつでも来れますよ。じゃあ今日はとりあえずこのチキンがメインのお弁当にするわ。絶対にまた連れてきてよ。なんて楽しいのかしら。はい、わかりました。ってな感じで、初めてお弁当屋さんを訪れた時は大興奮だったわ。日本滞在中にこのお弁当屋さんには何度も通った。唐揚げ弁当、焼き鮭弁当、海苔弁当、とんかつ弁当、チキンステーキ弁当、ハンバーグ弁当、タケノコご飯弁当など、いろいろな種類のお弁当を食べたわ。それからコンビニでもお弁当を買って食べたわね。日本にはコンビニにもいろいろな種類のお弁当が売っているわ。コンビニのお弁当はさすがにお弁当屋さんや飲食店のものに比べるとやや味は落ちるけど、5ドルほどでボリューム満点のお弁当が食べられるというのはとてもいいと思った。それにコンビニでもかなりたくさんの種類のお弁当が売られていたわ。品揃えの良さや手軽さなどはコンビニ弁当の大きな魅力ね。私はアメリカに帰る頃にはすっかり日本のお弁当の大ファンになってしまっていたわ。嬉しいことに最近では海外でも日本風のお弁当を出すお店が増えてきている。アメリカでもちょこちょこできているって話は聞くわ。私の地域にはまだないのが残念なところではあるんだけど、日本のお弁当の素晴らしさが世界中に広がっていってるのを実感するわね。見ているだけでも気分が良くなるような、色とりどりで華やかな見た目、そしてハイクオリティな美味しさや優れた栄養バランス、この日本が誇る最高のお弁当という文化がもっともっと世界中に根付いてほしいと思う。そうすれば、今日は忙しいからランチボックスで我慢しないといけないなんていう憂鬱な日が、今日はお弁当が食べられるわっていうウキウキの日に変わるのよ。どう？最高だと思わない？以上がエピソードの概要です。そんな日本のお弁当の話題には海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。数種類のおかずを彩りよく詰めたお弁当って日本独特の食習慣なんだよね。羨ましすぎて嫉妬しちゃうわ。弁当はランチ界の上位種だと思ってます。日本に行ってそれが分かりました。日本のママは毎朝こんなすごいものを作っているなんて、どうか知ってるよ。俺のママに頼んでみたら発狂するだろう。日本のお弁当はファンシーなおもてなし料理であり、オフィスに持っていくものではない。あれを毎日当たり前に作って食べる文化の方が私にはクレイジーなレベルに感じるよ。テイクアウトの店やスーパーでこれほど美味しそうな食べ物は見たことがないわ。一番近いのはスーパーの手作りサンドイッチとサラダくらいかな。近所ですぐに買えるランチとしてはね。足が混ざらないように葉っぱやカップでおかずを分けているのよ。そこまで気遣っていることに驚いたわ。安くて美味しそうな食べ物がたくさんあるのに、どうして日本の人たちは700キロくらい太ってないんだろう。以上が海外の反応です。近年では日本のお弁当が世界から注目を集めています。世界中で日本スタイルのお弁当屋さんが次々と開店され、人気を博しているのです。おかずが豊富で見た目が綺麗で、しっかりと栄養が取れる日本のお弁当。
このお弁当は海外のランチボックスと比較するとかなり異質のようです。欧米のランチボックスといえばサンドイッチと簡易的なサイドメニューを詰めただけのもの。欧米におけるサンドイッチは日本でいうおにぎりのような立ち位置ですから、日本の感覚で言えばおにぎりとお漬物だけみたいな感じでしょうか。サイドメニューに多いのはポテトチップスやクラッカー、一口サイズにカットしたセロリや人参などです。食事というよりは完全に軽食のイメージですね。欧米ではこのお弁当スタイルが普通で、国や地域によってパンの種類やサンドイッチの具などで違いが出ます。やはり日本のお弁当と海外のランチボックスとでは、容器に食事を詰めるということ以外は全く異なるもののように思えますね。蓋を開けるだけでなんとなくワクワクしてしまう、人々を魅了する不思議な力を持つ日本のお弁当。この日本の特異的な食文化が世界に広まりつつあるというのは当然のことなのかもしれませんね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、マヨがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いいたしましょう。日本っていいね。